みなさんこんにちは、カリチャンネルのゆみです。早速ですが、じゃじゃん、今年も猟友会から例の物が届きました。こんな季節になりましたね。それではこちらを開封していきましょう。どうぞ。では開けていきます。お、私もたんまりと入っていますね。一応ですね、先に私の個人情報的なものを付箋で処理しておきました。はい、では一つずつ説明していこうと思います。はい、こちらはですね、猟期中におけるイノシシの捕獲について記載してあるんですけれども、猟期中にイノシシを取った場合にどういった手順で報告をするかといった旨がまとめられてあります。1番、捕獲報奨品の支給について。私たちの場合は1頭につき1万円報奨費を受け取ることができます。10キロ未満の場合はそれが5000円になります。とてもありがたいですね。で、この2番が手順を紹介してあるんですけれども、まずはイノシシを捕獲しました。捕獲した場合はすぐに支部長に電話連絡します。どこで何頭、オスメス何キロぐらいのものを取ったのかっていうのを主に連絡してます。あとは写真撮影ですね。写真の撮影っていうのは結構細かく規定が決まってます。写真撮影まで済んだら、おっぽの切断と搬入です。このおっぽの切断っていうのが、自分が初めて猟師になった時にああと思ったんですけれども、私が取ったイノシシが本当にいたっていうのを証明しないといけないんですね。お金が関係しているものなので。なので、捕獲した尻尾を切断してビニール袋等に入れて役所に提出してきます。私たちは尻尾なんですけれども、耳とセットじゃなきゃいけないとか、結構いろいろ県によって支部によって違うみたいです。例えば尻尾がない個体がかかっちゃった場合は、もう私たちは諦めるしかないですね、残念ながら。今のところ尻尾がない個体っていうのはいないんですけど、なんかね、いそうですけどね。2ページ目からは、写真の撮り方について細かく書いてあります。結構ね、丁寧にね、書いてあるんですよね。次はですね、登録書ですね。こっちの赤いバッジの方が罠、こっちの青いバッジの方が銃になります。私はもう罠は今年4年目で、銃は2年目になります。一応内容はほぼ一緒なので、罠の方は割愛して銃の方で説明していこうと思います。顔がパンパンで、写真撮るのすっかり忘れてて、明日出さなきゃいけないってなって、急いで近くのすっごい安いところで写真を撮りに行ったんですけど、ここからここまで枠を顔にはめてくださいっていうのが私よく分かってなくて、急げみたいな感じで急いで撮って書類を作って出さなきゃみたいな風に考えてたら、もうなんかすごいなんかどでかいのが出てきてね、ちょっとショックなんですよね。はい、猟友会の構成印象です。何に使うんだろうね、あんま余計なこと言わないでおこう。はい、これ登録証、私の登録証です。狩猟するときは必ず携帯します。私はいつもジップロックに入れてベストの胸ポケットに忍ばせてます。で、ここの後ろなんだけど、後ろに捕獲したものを書いて、最後、支部の方に提出してます。全然取れないから、報告めっちゃ楽なんですけどね。はい。で、猟銃用火薬類無許可譲り受け表です。これは、猟期中は、警察にいろいろ書類を出さなくても弾が何発まで買えますよっていうような書類になります。これは猟期間中だけなので、猟期が終わったらこれは返還します。銃の取り扱いをするのであれば、ちゃんと
気をつけよっていうようなお手紙になります。10は常に自己の管理下に置くこと、10個は人のいる方向には絶対向けないこと、一方の装填は発射の直前までしないこと、薬室は発射するとき以外は脱法して必ず解放しておくこと、10は酒気を帯びているときなどは手にしないこと。とても大切ですね。やっぱりこう毎年事故ってありますよね。こう私も割とアンテナ張ってそういった事故とかを見ている方ですけれども、やっぱりこうねあるので、まあ、みんなが気をつけて事故なく安全に良き日を迎えられればいいなって思います。出ました、ハンターマン。これはハンターの三種の神器ではないんですかね。よいしょ。ハンターマップって言われるものなんですけど、どこの地域で取っていい、ここはダメですよ、ここは狩猟はできるけど銃は使えないですよっていうような、決まってるんですね、全部。それが記されています。結構あるって聞いたのが、去年までは大丈夫だったけど、今年は銃が使えなくなるっていうようなことも結構あるみたいで、そこでハンターマップを確認せずに銃を撃っちゃって、違反で取り上げっていうようなこととかもあるみたいなので、しっかりこれは、確認をしていきます。ほら、ここに書いてあるんだけど、鳥獣保護区だよ、取っちゃダメだよ、特別保護区取っちゃダメだよ、特定猟具使用禁止区域、銃は使っちゃいけない場所ですよ。茨城県はイノシシの被害が多いので、結構イノシシに限り何月何日までいいですよとか、イノシシに限り取っていいですよっていうようなくくりの仕方っていうのが多いと思います。多いように感じます。これとても大切です。日の出日の入りの時間なんですけど、銃を使う場合って日が出ている時しか使っちゃいけないんですね。なので、自分の地域の日の出の時間っていうのをしっかりと確認して漁に出なければいけません。日が出る前にやっぱり発砲しちゃうとそれも違法になっちゃうので、漁に出かける方、朝早い方もいると思うので、こういったものをしっかり確認して漁に挑みます。狩猟鳥獣の種類および期間、これは県によって自治体によって変わってきます。狩猟期間が、11月から2月15日までだけど、茨城県内全域3月16日からは罠猟のみに限定し、銃は止め刺しのみ使用化。結構猟の期間って11月15日から2月15日までの場合が多いのかな、周りを聞いてると。でも茨城県はイノシシの被害があるので、イノシシなどは3月31日まで狩猟することができます。もちろんいろいろな制限があるんですけど、巻狩りはダメですよとか、あとね、これ捕獲数の制限もあって、1日あたりに何匹何羽までっていうのが決まっているものがあるんですね。合計して1日山鳥及び雉は2羽までだよ、江戸雷鳥は2羽までだよといったように書いてあるんですけど、取りすぎたりしないように、生態系に著しく影響を与えないような配慮なんだなと思います。自分の畑の周りでしかやらないので、なんて言うんだろう、自分の畑の周りがね、銃禁なんですよ。銃を使えないんですよ。だ結構コメントで、なんでわざわざ危険な思いをして、こう自分でナイフで止め刺ししてるのみたいな、なんか結構いただくんですけど、銃がね、使えないんですよ。で、一部銃が使える場所もあるけど、それは自分たちの畑から考えると、遠いですけども、自分たちの畑だけじゃなくて、市全体のことを考えて、これから、市全体、県全体、引いては、国全体のことを考えてやっていければいいかなと思って、銃も取得しましたが、基本的に私たちは今年も止め刺しはナイフになるのかなと思います。でこれさっき、言いましたけど、日の入りの時間が、また別紙で配られますね。やっぱりこれ大事なことだからね。出漁カレンダーっていうのがあって、さっき、登録証の裏に、
捕獲したやつを書いて提出しますよって説明をしたと思うんですけど、いつ何回罠を何個増設したか設置したかっていうのも報告しなくてはいけません。これがね結構大変で、この部分を印刷して何枚も提出したりしてます。これも毎年やってるアンケートですね。初猟日の状況、初めての狩猟開始日は狩猟しましたかとか、なんかキジとかヤマドリとか体感減ってると思いますかとか、増えてると思いますかとか、見かけましたかっていうようなアンケートに答えてます。大事なことだよね。ニホンジカの目撃情報について、茨城県ってニホンジカがいないってされてるんですけど、ここに書いたんだけど、平成27年11月から令和3年の7月、つい最近ですね、つい最近までのニホンジカ、茨城県内でニホンジカの目撃情報のあった地点がまとめられてます。一番最近だとどこに見られてんだろう。令和3年5月、日立市。結構なんかあれですね、県境じゃなくて笠間とかで見られてるんだけど、真ん中の方でも見られてますね。なんかきっとなんですけど、まあ、県境から入ってきて中で繁殖してるのかちょっとわかんないんですけど、なんかね、県境だけじゃない。ちなみにこの間猿が、あ、そうね、なんか猿が目撃どっかがあったっていうのをニュースでやってましたね。まあ陸地はつながってるから、県境だけじゃなくってこう中の方にいるっていうのは興味深いですね。もうそしたらきっと私もいつか目撃する可能性がありますね。豚熱の対策についてですね、 CSF 平成30年9月に我が国では26年ぶりに CSF の発生が確認され、野生イノシシでも感染が確認されました。イノシシの捕獲強化の協力、捕獲の際の消毒の徹底、食用への利用について、簡単にこれ大事なことなので説明していこうと思います。ちなみに師匠が有害で夏の間山を回った結果、去年のね10分の1くらいしかイノシシが体感で感じられないらしくて、まあ、十分もう私たちのところには広まってると思って活動した方がいいということをアドバイスを受けました。死亡イノシシを見つけた場合は発見場所の自治体に連絡し、取り扱いについての指示を従ってください。自分が何もしてないのに死亡しているイノシシを見つけた場合は、基本は近づかないで自分で何かしようと思わないで、まずは自治体に連絡をしてください。そこからね、汚染が広がってしまったりもしますので。豚熱のウイルス CSF ウイルスは血液、唾液、糞尿等を通して感染が拡大してしまうんですね。だから例えばこのウイルスに感染しているイノシシを捕獲した時に、自分の長靴に豚熱の、まあ、ウイルス泥がついてしまってて、その長靴で他の山を歩っちゃったりすると、そこを元に広がっていったりしますので、しっかりと消毒、洗浄と消毒、山に入った後は消毒と洗浄をしてくださいっていうようなお願いになります。書いてあった、衣服や靴、自動車のタイヤもですね、消毒。あとは、まあ、念のため養豚関連施設の立ち入りは控えるようにお願いします。いや、もう養豚施設なんかに持って行ってしまったらすごく大変なことになってしまうし、被害金額も計り知れないので、一番いいのは山に入る車、靴、服と日常を分ける、そして消毒するっていうのは徹底してくださいっていうようなお願いです。 CSF は人には感染しないので、イノシシの肉を食用としても問題はないと言われてます。これ結構私ね言われるんですよね。豚熱にかかっちゃったイノシシ食べても平気なんですかみたいな感じで結構言われるんですけど、問題ないと言われてます。まあ、やっぱりただ調理の際の肉とか血液で感染が広がってしまう場合があるので、まあ、例えば
違う県のキャンプ場でイノシシのバーベキューとか言ってイノシシ焼いて食べ残しをその辺にポイとか言って捨てて、その食べ残しをその現地のイノシシが食べちゃうとそこでも広がっちゃうので、まあそういったことはしないでねっていうようなお願いですね。あ、書いてあるね、他者への譲渡や他の地域への持ち出しは控えるようにしてください。人への今ね、感染症がこうすごく蔓延していて、すごくこうニュースになってるので、こういった豚熱っていうののニュースがあんまりもう出なくなっちゃったんですけれども、これはすごく大切なことなのでしっかりと意識をしていきたいですし、あのこういう風に情報を発信していくことは大事なことなのかなと思います。いやー、今年はね、師匠が例年の10分の1しか取れないというから、私たちはもうどうなんでしょうっていう感じなんですけれども、まあ被害額とかがね減ってればいいですね。これはね、わな漁における法令マナーの遵守について、まあ標識つけてくださいね。標識がついてないわなは違法です。飼料する漁具ごとに見やすいところにつけてくださいねっていう義務があります。もうあのね、やっぱり結構聞くんですけど、何も標識のない罠が期間前にあったみたいな話とかを聞いたりするんですけども、そういうのはやめてくださいねっていうお話です。2番、捕獲などの手続きの徹底。まあ、先ほどの手続き書類などは徹底してくださいっていうようなお話です。3番、土地所有者などへの配慮。もう日本って狭いので、山も誰かの持ち主である場合が多いし、誰かの持ち主じゃない場合は国有林だったりだとか、完全フリーな状態っていうことはないので、まあ、その持ち主の方とトラブルにならないようにしてねっていうようなお話ですね。講演会とか登壇させていただいた時にお話ししてるのが、もう挨拶が大事なのかなと思ってます。特にこうやっぱり私みたいな新参者とかはもう自分からスライディング挨拶こんにちはみたいな感じでスライディング挨拶をしてます。やっぱり自分が今4年目になって思いますけど、何も挨拶なくお話とかしてきた人の話って、この人なんだろうってドキドキしちゃって、こう話があんまり返ってこなかったりするので、こう挨拶ね、とても大切だと思います。これね、4番、これも4番もきっと大切だと思います。他の狩猟者への配慮、自分だけじゃないので、趣味としてやってる人もいらっしゃいますし、こう人によってそのやってる理由とか背景っていうのは様々で、そしていろんな考え方があるので、自分はこうだっていうんじゃなくて、こうみんなで仲良くやっていければなと思います。はい、あとは猟友茨城ですね。私あの茨城県の猟友会に所属してますので、まあこの猟友茨城っていうのが、猟友茨城です。茨城県のあの情報などについて載ってます。いつもね、まあ目を通すんですけど、一番気になるところっていうか、このね、今付箋してあるんだけど、どこに私の、さっきね、人数、茨城県の猟友会員の人数に付箋を、全然違うところに付箋してた。いつもね、ここ見てんの。去年は96人新規がいて、まあ罠は何人で、一種は何人で、二種が何人 で合計こんだけでっていうように書いたんですけど、じわじわ毎年やっぱり減ってますね。でもこう全国のやつとか見ると、茨城は活発な方なのかなと思います。でもそっか、茨城県で、まあ猟友会に入ってる人だけで2335人だから、まあ少なくはないのかなって私は思ってますけれどもね。あの大切なお話なんかが書いてありますので、こういったものもしっかり目を通します。収支計算とか、あ、この成績とかね、
雑誌とかもそうですけど、すごく有用なことが書いてあったりするので、私は結構端から端まで読んでます。はい、ちょっと長くなっちゃいましたが、はい、総括なんですけれども、まあ、今日はこういったお手紙、支部の方がやってくれたお手紙の開封などをさせていただきました。猟友会に入ることのメリットとしては、まあ、こういうのを全部自分じゃなくて、まあ、支部の方がやって全部手続きして入れてお家まで送ってくれる、お家に送ってくれるっていうのがすごいメリットだと思います。このね、書類とかを自分でやるのは結構大変なんじゃないかなと思います。なので私は猟友会に悩んでるんですっていう風にこう質問を受けたら、まあ、とりあえず入ってみたらっていうようにお伝えしてます。合わなかったらやめればいいだけだから、まあ、今年も4年目になりましたが、まあ、重量は2年目だけれども、やっぱりこう全ては安全に、捕獲数よりも私はもうビビリなのもあって安全を重視して今年もやっていければなと思います。そしてこの動画を見ている皆さんにも、もしくはまあ動画を見てなくても、今年漁に挑まれる皆さんも安全に怪我なく過ごしていただければ嬉しいなと思います。お互いみんなね、気をつけてやっていきましょう。これからもですね、いろいろな動画を配信していきますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。また私が運営しているホームページ、ツイッター、インスタグラム等もありますので、そちらもチェックしてみてくださいね。それではまたお会いできる日を楽しみに。さよなら。